鈴木彩香選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ今日のラウンドはいかがでしたでしょうか。楽しく回れました。はい、風がなかったですよね。はい、びっくりしました。練習ラウンドされました？昨日したんですけど、その時は風ありましたよね。はい、10メートル近くあって、はい、過酷でした。まあ、それに比べるとコンディションはちょっとね、言い訳聞かないかなって感じもあるんですけど。そうですね、はい、今日のご自身のゴルフは何点ぐらい点数をつけるとしたら。まあ、ショットだけで見たらまあ90点ぐらいだったんですけど、はい、ちょっとパターは10点ぐらいですね。まあ 11.8 フィートという速さ、まあ、あとグリーンも結構広くてアンジュレーションあります。はい、どんな感じだったんですかパターは。なかなか距離感が合わず、ラインも読み切れずに終わってしまったって感じです。なかなかね、やっぱりこう2オンしたからっていい、でもパーオンしたからいいってわけでもない感じでしたよね。はい。さあではオフシーズン中になりますけれども、一応こういうところ今課題にして、はい、まあ、今期向けて何かストロングポイント作っていくっていうようなものは今あるんですか？そうですね、まあショットは今のままでいいと思うんですけど、うん、まあ、やっぱパターをもうちょっと重点的に取り組めたらいいなと思ってます。はい、ではじゃあ今期の目標を含めて最後サポーターの方々へメッセージをお願いします。はい、今日は応援ありがとうございました。今年も去年と同様に筋トレをやり続けて、もっと飛距離を飛ばして、パー5でも必ず2オンできるぐらいなゴルフにしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。そういえばワンオーチャレンジはどうだったんですか？乗りました。スリーパットしましたけど。これからも飛距離も求めて頑張っていただければと思います。はい、最後可愛いクッキーモンスター見せてください。わかりました。朝一わかりました。あ、マジですか？はい、はい、こっち撮れたけど、こっち、あ、可愛い、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。鈴木彩香選手でした。ありがとうございます。